マッチングアプリで婚活中の28歳女です。標準体重オーバーなんで現在ダイエット中ですが、相性が良さそうな人は、同年収ぐらいの1歳上の引率、と、進展中です。2回ほど会ってみて気になってしまう部分があり、付き合うかどうか迷ってるんですが、付き合えるようであれば付き合ってみた方が良いか、自分磨きに専念すればどちらが良いでしょうか、ダイエットに成功しても顔は普通レベル止まりです。結論から申しますが、今付き合ってる人がいないんだったら別に付き合うのは全然ありだと思います。特に女性の場合は、付き合ってたりとか恋愛をしている場合の方が、その相手に対する思い込みはほどほどだったとしても、付き合ってる方が痩せます。面白い研究があって、女性のスタイルがどういう風なバランスだったら一番魅力的に見えるかって研究があるんですが、バストウエストヒップの比率が1対 0.7 対1っていうのが一番ですね魅力的に見えると、本キューボの体験になるという風に言われてるんですね。で、進化心理学者がプレイボーイのプレイメイト、美女たちをスリーサイズ測りまくるってことによって分かったウエストトゥーヒップラテオっていうのがありまして、でこれによって分かってるんです。で、この体型近づく条件ってのは実は恋愛なんです。女性ホルモンが一番ですね、こう妊娠に適してる形で分泌されるとこの形に変わってくるんですよ。ダイエットするんだったら恋愛した方がいいと思うので、ダイエットのためにこの人と一旦付き合ってみて、でダメだったら痩せた後にですね、別れて新しい男性を見つけるっていうのが一番いい戦略かなと思います。はい、切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で引けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録も忘れなく。それではバイバイ。